よどんよどんよどん。まさか対岸までは来ないと思うんだけどな。私発情期性欲まみれ歩く恥さらしだよね。全部聞いてました。ベルリンの壁歩く恥さらしだよね。あ、うまいね。歩く恥さらし、うまいね。あの車嫌だな。車多いんだよな。でも感じてる。そうだな、お尻のスイッチがオンになっちゃった。バカ言ってる。もうやだよ、初見さん。ごめんね、嘘をコミュニティ抜けないで。全部これ言わされてるの、実は。某誰かに言わされてるの、これ。これ、歩くカミングアウト。歩くズベコーとか、本当にその通りだよね。もうやだ、なんかそれ。ここが噂の廃墟なんだけどさ。また言ってる。歩く生殖器、人のせいにしない。知ってる超強調。え、声した。え、え、するよね。めちゃくちゃ嫌だな、嫌な空気。嫌な。意外と私ね、こう見えてね、察知するの早いのよ、意外と。嫌な空気、嫌な気配。え？めちゃくちゃ声近づいてきてる。どうしよう。どうするこれ。うわ、マジか。どうするこれ。あ、やだん、やん。どうしよう、心霊かな。心霊スポットだからな。でも向こうから回ってこないよね。笑い声聞こえる。ライトつけてる。人歩いてる。なんでわざわざ奥から人来るんだろう。なんでだと思います。私どうしたらいいのかな。とりあえず身を潜めるか。身を潜めるんだけど、身を潜めようがないな。どうしよう、この場所。一本道なんだよな。どこに身を潜める。廃墟の中に入る。声消えた。え？また音する。くの市か。私身を潜めるの得意なのよね、それが。暗闇に同化するの得意でさ、何度もそれで難を逃れてるんだよね。そんな自慢気に言うことでもないんだけどさ。私のが 100% 怪しい。歩く恥さらしだから。どうかしてる？声聞こえない？これなんでこういうのオカルト？オカルトなのかな？霊感ないからさ、正直オカルトと思うと怖くなるから思いたくないけど、オカルトなのかな？これがオカルトなのかな？お、ジミーさんに似てる。え、何リバーさん。忍たまのとジミーさんに似てる先生いた？フォロー参加ありがとうございます。聞こえるよね。どうしよう。せっかく廃墟に来たのに。一度出るか、ここ。不安だな。これはどうするべきか。問題ないかな。様子見に行くかな。釣りの人ならそれでいいんだけど。それであまり廃墟に近づきすぎてもな。ひそひそ。魔人さん、ご電話ありがとうございます。この時間のお金回るって言った方が怖いよね。だよね。だからさ、ほら、
相手方にもさ申し訳ないからさ、だから悔やみに身を潜めてるんだけどさ、迷惑かけるからさ、お釜が歩いてたら怖いじゃない。逆に脅かす？次々に車が、もう4時、もう4時半、もうそうか、釣りの時間なのかな。早めに朝食にするか、そしたら。あ、フォロー参加ありがとうございます。私も迷惑？私が迷惑、だからその私が迷惑だから、そう、だからほら、他の方に迷惑かけたくないから闇に同化してさ、そういうことです。私が闇に同化する理由はね、迷惑かけるからさ。弾幕伝言する？釣りのスポットです、ここ。人気のスポットです、めちゃくちゃ。もうちょっと明るくなる？踊る？あと1時間の辛抱。お釜の。水鳥か、もうや、水鳥か。大きい声出したらダメなの。ダメ、大きい声出したらダメでしょ。だっているんだから、人がこの先に。もうやだ、もう水鳥、何、あの今の鳥は何？何なの？ 今の声聞こえたかな？もしかして。聞こえちゃったかな、この声。ああもう、あもう鳥はしょうがない、鳥はしょうがないよね。イヤホンだから踊れた。ごめんなさい、イヤホン、ごめんなさい、イヤホンの方ごめんなさい。こんな感じ。バリケード？なんだ、釜か？バレた？奥にも人いるみたいなんですよね。なかなか厳しいな。浅間山荘に見えます。さあ突撃だ。一周してみるか。一周はね、一周できないの、ここ。それが途中から立ち入り禁止だからね、一周はできないんだよね。だから本当に手前までしか行くことできないんだけどさ。廃墟の中に入るって有刺鉄線あるぜ、ここ。有刺鉄線あるぜ。